熊本市は運転士不足を理由に今年6月から市電を減便しています。熊本市が今月2日に行った調査によりますと、現在輸送量は確保できているものの、乗車時に座れない、車内が混雑しているなどの理由から次の電車を待つ利用者が出ていることが分かりました。県群待ち電停では最大およそ10分の待ちが発生しているということです。一方、熊本市はすでに採用している人も含めて今年度中に20人の採用を予定していて、来年4月からは増便を見込んでいるということです。